ちょっと待ってください、ちょっとやることがあり、ごめんなさいね、ちょっと配信前にせずっていうかしたかったんですけどできなくて、ペルーサさん、マセさん、ユキカゼさん、ベンゾーさん、アキラさん、コロイチさん、シャンくんさん、シーンさん、タクゾさん、つくしさん、ピヨピヨさん、ありがとうございます。こんばんは。ちょうど仕事終わった、お疲れ様です。そう、EV、 え、EV ですよ。そう、実はね、今日顔押さない、嘘。今日ね、前髪を薄くしてみたんですけど、どげーん、今晩、わー、どうしようどうしよう、わー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 、ちばるでーす。前髪強い、ミラマさん、おじゃまるさん、コミタンさん、ありがとう。お猿さん、はーい、ちゃ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 、あ、ちょっと待って、あざと嘘、そう、野生の道が飛び出してきた、ありがとうございます。届いた CD に入ってるプチプチ。こうやって。ケンタッキーさん、チャーミーさん、野沢さん、ありがとうございます。セクシー道はね、ちょっと公園で使っちゃって、今日はちょっと、あれですね。公園で使っちゃいました。ゆうゆうさん、くま、ありがとうございます。ちょっと待って、まだ配信始まってない、嘘。大崎上島のカズさん、東京特許企画局局長さん、今日やばい、口が回らん。レブニアさん、ありがとうございます。え、ソータくん誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ、おめでとう、そうたくん、おめでとうございます、ね、おめでとうございます、おめでとう。
感じ、いい感じ。麦わらの帽子の君が夢たまりこ、ハマってる。スタジオ楽しかった、ありがとうございます。テロップ何しよう、村美をね。鼻水止まらん。私もちょっとやば、やばみ。そうそうそう。弱な優しさってさ。ちょっとこれ色変えるやつってどうやってやるんだっけ。おおおお、いい感じ。いいちょっと待って、本当にごめんなさい。あのね、配信を今日は間に合わせようと思って、配信時間を。ごめんなさい、本当によし。今日送らないといけなかった、あのものをマネージャーさんに送ってました、ごめんなさい。できた、じゃがりこのずんだ味めっちゃ美味しかったですよね。めっちゃ好きだった自分でもね、一回だけね食べたけどね、なんか一回食べてんならね、あのね、もうね、あの見つけれんくなりました。コンビニでないんじゃけど。そう、カズノさんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ、カズノさんおめでとう、イエーイ、おめでとうございます。今日はね iPad で今配信してて、じゃけんこっちにコメントがあるんですよ。こうやったらいい、私下見ることになる。ちゃうんですよね。はい。ちょっと唇を、あ、見て見て、すごい。ヒーターの前に置いと、ん？ヒーター？ヒーターの前に置いとったら膨張した。やばいやばい。見て。ここ。膨張しとる。戻った。音がすごい。ごめんなさい。これ皆さんのあれよね。
うわ、あったか、あっ、あつっ、うん、決めたかった中身、嘘、好きな音、熱いかと思ったのに中身冷たかったし、冷たかったし、うわ、頭皮ありがとう、頭皮抱きしめて、熱いって反応かと思った、熱いかと思った、セクシー、うさ、はい、なんで出張公演出ないの、私も出たかったですけれど広島でイベントに出演させていただくので、そんな日は、そう、そうなんですよ、ぜひあの広島の方が近いよという方は広島に来てください、前髪薄くしたいんじゃけどさ、薄い前髪好きですか皆さん、出張公演外れたら行っちゃう、うん、出張公演なんで道ってグレー来るの、なんでろ、そっち行く、お、旅癖フェスタ来てくださいます、トークショーだけどね、トークショーちょっと苦手なんですけど、いやでも最近ちょっと慣れてきて、ちょっとずつ、ちょっとずつ上手になってきました、はい、ツツツツツ、そう、今日リップの色も濃くしてちょっとセクシーにしてみました、みちの MC 好き、ほんと、まあ、ありがとうございます、嬉しい、自分絶対薄いまつげの方が似合う、まつげじゃないや、前髪の方が似合うよね、エロいじゃない、セクシー、上目遣い、そうそうそう、でもね、コメントを読むときに真正面にしようとしたらなっちゃうんです、そう、最近なんだっけ、ストロボエッジ見たんですよ、ネットフリックスで、そしたら頭の中にぐる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 してんだ、頭の中セクシーセクシーセクシーだね、はい、ということで、あの選抜総選挙 AKB48 選抜総選挙が今年は、あの今年は開催されないということになりました、どうなのかなって思ってたんですけど、あるのかな、ないのかなって思ってたんですけど、私もそうなんです、そう、小田えりなさんにめっちゃ相談してて、昨日から、そうで相談してて、なんか総選挙ランクインする前はどういう感じで気持ちを伝えてましたかとかいろいろ聞いてて、でそう、自分はどうやったらいいだろうとか聞こうとした瞬間に、そう、今年は開催がないということが
発表されてないんですねっていう話をしてました。そう、なんか楽しみに、なんでないのかは私もあの皆さんと同じ発表で知る身なので分かんないっていうか、分かんないというか、そう皆さんと同じ立場なんですけど、あの発表を聞く側としては、でも総選挙を楽しみにしてくださってたりとか、すごくあの準備してるからねって言ってくださった方も握手会でいてくださったりしたので、皆さんそうありがとうございます。なんか楽しみにしてくださってた方はいらっしゃると思うので、そうすみません。な、しるちゃんタワーありがとうございます。よん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 、ありがとうございます。しるちゃん、メールでも、私の村だよりっていう メールでも送ったんですけど、いろいろ思って、うん、もうまた来年あるんだとしたら来年頑張りたいから、自分としては今年また1年、来年あるとしたら来年に向けて総選挙に向けての気持ちを整える期間ができたし、そういう頑張りたいと思います。自分は歌って踊ることが好きなので、総選挙でいい順位が取りたいからアイドルになったわけじゃないっていうか、48グループに入ってその目標としてたアイドルというものに慣れてから、その次の目標がもっといろんなステージに立ちたいっていう思いで上に行きたいっていうのはあるんですけど、そうだからモチベーションが下がることは、なんかへこんでるって言われちゃったけど、モチベーション保つの大変そう。私はもう戦場劇場もできるし、
そうやって歌って踊ってすることとか握手会とかをなんかさせてもらうことも、うん、それで幸せっていうか、まあ、その上にも行きたいけど、そうですね、モチベーションっていうか総選挙うんうん、まですね、うん、じゃあ立候補しなきゃいいじゃん。だからまたこのアイドルになれて上のステージに立ちたいなっていう思いがあって言ったじゃないですか。総選挙ランクインは一つの目標であって、私にとってはそんなに総選挙って、それだったらね、皆さんはっていうか総選挙で応援するために私の配信とか見に来てくださってるってことなんですか、そうやっていう人は。もう嬉しいけど、応援してくださる気持ちは嬉しいけど違うじゃないですか。はい、まあまた来年あるとしたら来年頑張ろうと思いますので、まあ、今年はもうないって発表されたんですから、もう今年はね、船もできるし、いろいろとね、頑張る、まあ、頑張る、やみくもですけど頑張るって、日々のお仕事をね全力で取り組んだりたくさん自分のことを知ってもらったりできる一年にしようと思っていますので、来年まで頑張りたいと思います。そうですね、自分がポジティブだからそう思うのかもしれないけど、そう、でもランクインはしたいので、来年までじゃない、来年を一つ目標にして頑張っていきます。すみません、しるちゃんさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。
ってない。ありがとう。アイドルメイク本当ですか。まあ公演でしたからね。楽しかった。今日も楽しかった。ライブ最高、ライブ最高。ラブハってそんなに需要あるの今。楽しかった。フードついてますよ。スーモさん、ヒロシって呼んでさん、クズリュウさん、ブラウンヘアさん、ユウユウさん、ミユちゃんさん、大崎上島のカズさん、ビルマさん、タニモンさん、アキラさん、オトマトさん、シンヤさん、ショウジさん、全然読んでなかった、ごめんなさい。マセさん、ソーマコタロさん、ありがとうございます。良平さん、ありがとうございます。はい、今日はね、セクシーにちょっと19歳になったけんさ、セクシーな今村で行こうと思ったんですよ。まさとさん、きこりさん、くま、ありがとうございます。そうなんです。そしたらセクシーだったって公演中も言っていただけて、なんか村田よりとかでも言ってもらえて、そう、ちょっとどの辺がセクシー、あのセクシーな表情そうそうそう、まあここではしませんけどね。そう噛んだ、そう噛んだんよ。うるさいなで笑った。ほんと今日ね、 MC もね、まあまあうまくいったというか、なんて言えばいいんだろう、そうそうなんです、いい感じだった。仕事で大きな行事がある、頑張ってください。応援してます。これからもっと公演いきます。待ってます。みずほさん、くま、やっしーさん、つるもさん、ちゃんみさん、ファイナル久しぶり戦です、久しぶり戦です、スカパラダさん、そうさん、つるもさん、こみたんさん、ありがとう、うすしおさん、ありがとうございます。ふなさん、ありがとうございます。そう今日はいい感じ。でしたね。色気キャラじゃないよ。おまーちくんさん、ありがとうございます。あの今日はってこと。きょうちゃんさん、ありがとうございます。ぽんちゃんさん、ありがとうございます。前髪切ってない、巻いてる。なんでセクシーを目標にしたの。なんかあのまず女のダンスの先生に届かせてくれとか、さ一緒にキスをしようとか、結構スタジオのセトリってあの最初はなんて言えばいいんじゃない、誘ってるじゃないけどそんな感じの曲が多いんで、そういう系の表情をもっとね出していこうって言ってもらって、確かにですねとなって、であの男の先生にあの1公演に1個あのちゃんと目標を持って決めましょう、んやりましょうって言われて、今日じゃあ私はセクシーに行くぞって言って、そうさあ誘われたい、
さ、今日いい感じって。そうそうそう、よかった。そう、ミラニスタ19号さん、ムノズさん、パルカさん、タクブーさん、ありがとうございます。ロールスロイスさん、ありがとうございます。そうよ、今日はね。そう、でもナメクジハートはめっちゃ可愛くしたよ。あと今日は最後のブロックとかもはっちゃけました。楽しい。誘い方のレパートリーが少なくて。これ服が EV っぽい。 EV ですよ。中はね、ゲタリンピックの時のイモースの T シャツ。そう、本当に MC も良かったし。でも今日なんかね、スタジオの公演って最初ヘッドセットなんですよ。ヘッドセットで、であのマイクのなんて言えばいいんじゃろう、こういうさ、ま、機械があるんですよ。マイクとつなげて、これがなんかその電波を飛ばす機械がね、腰についてるんですけど、そう、それをね、落ちないように取れないように、あの腰に巻いてるんですよ。腰に巻いて、なんて言えばいいんだろう、なんかね、腰に巻いて、その腰に巻いとるやつにあのポケットがついとって、そのポケットの中に入れてるみたいな感じで。じゃあもうね、腰がね、腰がっていうかお腹がすごい締まってるんです。そう、ベルトで、ベルト、あのなんだっけ、あれなんて言うんだっけ、ペリペリじゃなくてさ、ビリピリピリ。そう、めっちゃ締めてるの、お腹をキュッと。マジックテープ、そう、マジックテープ、それ、そう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 、マジックテープがついとるあの黒いベルトみたいなやつを巻いとるけん、もうね、呼吸がしにくくて。そう、本当に大変だった。そう、ゆるくしたらずり落ちちゃう。そう、なに、ゆるくしたらなんか取れるかなって思っちゃうんですよ。だからキュッとするんじゃけど、そしたらさ、もうウザの前ぐらいからもうみたいな感じになっちゃうんです、ね、大変あれ。そう、今日ヘッドセットがしかもなんかさ、顔に合ってなくてさ、マイクここにあったんですよ。ずっとなんか口に行ったらなんか口に当たるしみたいな、大変だった。マイクも、そうハードも上にベルトでハードを重ねてるんですよ。そう、小顔になった。そうかも、今日はありがとう、ありがとう。マイクずっと気にしてた。そうなんよ、マイクずっと気にしてた。みちゅがおしめです、ありがとう。うん、こうやって持ってた MC の時。そう、あんまりせん方がいいけどね、なっちゃったんですよ。超楽しいですよ、スタジオの、スタジオ公演ね。
超楽しいよね。楽しい楽しいねえ。そう今日確かにセクシー感ある。本当？口の色？早く行かないと。本当に早くコント本当に早く来ないとですよ。ずっと見てた、ずっと見てたでしょ。踊ってる方も楽しそうで、そう超楽しいもん。しかもそう今日はスタジオ完売で、そう立ち見の席、立ち見の席なんて言ったらいいんだ、立ち見の方が今日増えた。なんか席が少なくなって立ち見の方が多くなって、いつもよりあのお客さんが増えたのですけど、そう当日券もなくて、多分そう立ち見すごくそうパツパツで80名くらい。ソールドアウトって言葉を使いたいのにかっこいい、ソールドアウトかっこいいよね。そういつも完売。そうですね、なんかでも瀬戸利全部メンバーで決めてるの。そうメンバーのやりたい曲をなんか言い合って、であの順番とかを私が決めたんですよいいでしょ。私とマネージャーさんで決めました。センスあるやろそう最初はそんな、最初も完売だったんですけど、もうどん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 多分スタジオ人気がねたくさん増えてて嬉しい、本当に嬉しい。私そうスタジオ嬉しいわーって、なかなかやるやん、やろそうなんですよすごいでしょ、いいグループ本当に。メンバーみんなスタジオのこと好きって言ってくれるから嬉しい。何回でも見たい、嬉しい、ありがとう。そうスタジオはねあんまりね、あのMC をするところがなくて、そう MC が少ないんですよ。もうパフォーマンスに特化してるって言ってるので、あのその各課外活動公演のユニットの色を出すためにあの MC が少ないんですけど、そうでもやっぱ本当はさパフォーマンスだけでね行きたいっていうこともねあった時も、そういう意見とかもあったけど、なんかでもさたくさんねリピートして来てくださる方とかもういらっしゃるとしたら、もう自己紹介とかもねなしみたいな感じだったらさ、あの1回見て2回目にね、あのまああるけど変わり映えがないって言われちゃって、まあまあ同じねセットリストでね確かにとなるんですけど、そうそういろいろあってね。でも多分スタジオが一番そうなんて言えばいいんだろう、そうなんですよ。チャートリーとかね衣装変えたりとかたくさんね、瀬戸セブンとかもねなんかいつも
ミニゲームみたいなのしてたり、すごいすごいなって思う。でもセットマイクずっと喋ってる。そう、各チームの色を出してるので、嬉しい。でもスタジオたくさん来てくださって、パフォーマンスに圧倒されまくった。本当？だからそうやってあのスタジオは MC とかの変わり映え、変わり映えが MC とかぐらいなんですけど、そのちゃんとした変わるものは。でも多分そうやって今日みたいに自分はセクシーでいくぜっていうあの感じの個人個人決めたこととか、回を重ねるごとにみんな踊りとかも上手くなってるし、なんかスタジオのメンバーは結構ステージ好きなメンバーが多いと思うから、メンバー一人一人でなんかここは今日はこうしようみたいなあると思うので、それを見に来てくださってるのかな、皆さんリピートして来てくださる方もたくさんいて嬉しいです。そう、あー楽しかった今日もね。そっか、ソロのメンバー変わるんじゃそうじゃ、そうよ、ソロのメンバーが毎回違ったわ、間違えた。それもありますね、ソロ曲が2つあるからね。しかもスタジオバックダンサーついてるからかっこいいんですよ。そう、しかもみんなスタジオのメンバー声がいいメンバーばっかり、まあ、みんないいんですけど、 STU のメンバー、そうスタジオ声が良くて、そうどのメンバー見ても楽しいよね。そう嬉しい、ありがとう。嬉しい。そう、ミチはね結構ソロ何回かしたのでね、もう虫歯2回とディアジェ1回したから、そなかなか回ってこないんですよね最近。そうなんですね、ミチの変なとこが好きです。変、ありがとう。ミューズさん、コモチンさん、ソウさん、ユウト、アットマークさん、キコリさん、ありがとうございます。レンさん、ヒロくんさん、大崎上島のカズさん、なっちゃんさん、ありがとう。セリアさん、オトマトさん、スカパラダさん、ありがとうございます。抱きしめて抱きしめて離さない、めっちゃ久々にみちのお目にかかれた。お、イエーイお、イエーイ。ギルスさん、ウッシーさん、ナムロさん、ありがとうございます。パフォーマンスの一体感もアップしてた、嬉しい。キコリさん、キロスさん、ありがとうございます。こんばんは。
じゃなくて変わり者。何が違うの？ありがとう。よかった今日も。今日はもう寝ます。お休み中です。AKB新聞買ったよ。ありがとうございます。どうでした？見開き2ページすごい。見開き1ページか。嬉しかった。個性があるってこと？個性、ありがとうございます。あー楽しかった。どうしよう。初めて来ました。ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。そう、昨日で毎日アイドル1年だった。そうなんです。いい V 進化させるなら何を、うん、させたくないんですよね。ずっと B ボタンを押してるタイプの人間だった。あうう大崎亀島のカズさん、コモチンさん、イラタカシさん、エンゲツさん、シャシュショさん、お、言えた。ありがとうございます。ブースターっぽい。嘘、スタジオ好き、大好き。ピッパピッパポッチャマ、ピカチュウから、そうピカチュウも B ボタン連打ですね。庄司さん、ありがとうございます。ラブです。可愛いですね。好きになりました。ありがとうございます。寝る爪で見てたけどめっちゃ良かった。ありがとう。自分もそんなにちゃんといつまでスタジオが続くのか分からんけど、そう、いつまでも続いてほしいなとは思いますね。はじめまして、おしめ、はじめまして。羽田庄司さん、みずほさん、ありがとうございます。プチプチまだやってたんですか。プリンも、エクアドルのバナナ、でもこんなバナナ食べてます。バナナ1日2本食べたらいいんだって。そう、ギター楽しみにしてます。頑張ります。バナナイルカできなかった。え、本当？一回あのこれがついてるところを脱いで、でこう手を作ってこれをこうはめるんよ。そう、ハズキルーペはね、あのお父様のなのでね、今持ってません。コモチンさん、セリアさん、ありがとうございます。バナナ苦手、本当バナナ苦手な方多いですよね。賢い。そう、うん、焼き芋好き。ハズキルーペすごかった。ハズキルーペをつけたらさ、自分の iPhone8 がさ、 iPhone 何で一個でっかいやつ R?S?になったんですよ。でかさがすごかった。字が小さくて読めない。ケンさんのモノマネだよ。そう、
すごかった。ハスキループすごい。うん、聞いてみてくださいね、皆さん。ありがとう。ハスキループ座ってないんよね、上に。そう、ハスキループ欲しくなった。いや、でもうんまだちょっと私はね、手元見えるから大丈夫かなーと、そう思うかもしれないですね。でも需要があるのは確かですね。ハズキループで公園見てみたい。ハズキループここら辺までしか見れんのに、遠いところはぼやけるの逆に。そう、じゃけんぼやぼやよ。見たら今日テンション高い。そう、今日ねスタジオがあったから。そう、パパさんはね流行もの好きだしね。そう、そうだからじゃないですかね。うん、確かメガネじゃないんですよね。なんだっけ、虫メガネの両目バージョンみたいな。ハズキループに詳しい、まあ、つけたけんね、あの百聞は一見にしかずですよ。オダリナさんと話してたらさ、元気が出てさ、推しメンは神よしっていうやつをさ送ったんですよ、 LINE で。そしたら笑ってきた笑だけ恥ずかしかった。うん、他の話をしようってからのあれじゃけん、他の話にはちゃんと返してくれたんですけど、その一部にはあの自分がこう送るのと 2個ぐらい送ったんよ。でわらとこうそれについて違うことについて返ってきたけん、そっちに気を取らせてしまったのかと、そう思ったんですけど、でも笑ってくれそう。おだりなさんから LINE 送られてくることは、おだりなさんはね、おだりなさんからはないかも。おだりなさんからはないけど、自分おだりなさんのメール取ってて、なんかそのお誕生日おめでとうとかもメールで来たんですよ。そう、公開で来るんですいつも。誕生、そうですね、誕生読まなきゃ。会いたいですって言ったらね、会いたい、泣き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 の顔文字。うおー、やばいやばい。はい、それではお壇上をお読んでいきたいと思います。13位、ソロンさん。12位、コモチンさん。11位、シャックンさん。あ、10位みずほさん。
9位セリアさん、8位ジャンさん、だるま。7位なぬぬなむなさん、6位ゆうゆうさん、帽子。5位ひろしてよめさん、4位つうもさん、3位東京特許許可局局長さん、2位きこりさん、そして1位はルルルルルじゃじゃん、しるちゃんさん。ありがとうございます、しるちゃんさん、とうありがとうございました、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルルルルン、じゃじゃん、ムートンさん、イエ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 イ、ラッキーヒューマン、ラッキーボーイ、ラッキーか、ラッキーボーイですか、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした、ありがとう。ラバイチラップお休み中、今日もお綺麗でした、ありがとう。今日はセクシーセクシーでした、まだね、また明日の朝お会いしましょう。またスタジオ見に行きますよね、また来てください、また来てくれますように、当たりますよね。それではまた明日、村田より今村につき待ってます、バイバーイ。そうそうそう、しょしょしょ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょ。